特徴ある商品・サービスを紹介するビジネスのヒゲ。今回は金属を叩き、美しい模様や絵柄の美術品を生み出す工房を紹介します。真鶴町に工房を構えるスタジオ立花。金属板に金型で模様を打ち込み描き出す技法、綾打ちで、オブジェや壁掛けの美術品、インテリア素材から身につけるアクセサリーまで、さまざまな作品を世に送り出している工房です。そうですね、鍛金 の、 技法の中の、一つとしての綾打ちなんですけど、自分のもうやりたいことを制作するっていうことと、あとは お仕事としてこういうものを作ってくれっていうのと、大きく分けて2つと考えてるんですよ。仕事としてとなった時に、やっぱり納期と予算がどうしてもある中で、で質を落とさないでいいものをって考えた時に、やっぱり短時間で制作するっていうのはどうしても外せないなと思って、僕がやってる綾打ちっていうのだと、壁にかける絵画をどうしようかっていうことだけではなくて、壁全体を絵画として構成しましょうっていうことができるんですよね。っていうのはやっぱり省力化によって、そういう短期間で制作できるっていうことが特徴だと思います。神奈川県経営者福祉振興財団が、県内の中小企業の継続的な発展とビジネス創出を目的として開催する神奈川産業ナビ大賞2016で特別賞を受賞したスタジオ立花。最高にかっこいいものを突き詰めるというスタジオ立花の立花代表は、今後どのような目標を持ち未来像を描いているのでしょうか。カタログから選択するっていう方法が、まあ一般的であったりなんですけど、そういうことではなくて、壁の中に絵画を飾るっていうのではなくて、壁全体をその絵画とするっていうと、ちょっと次元が違うというか、いろんな可能性が見えてくると思うんですよね。そういうものをどんどん制作していきたいなって考えています。